はい、おはようございます。セミマヌです。今後ともよろしく。ロストチャイルド、未だ第1話でございます。ケルベルスに覚醒した、ショジ君はその後気絶し入院をする羽目になりましたが、ほんのわずかな入院で退院することができました。しかし退院した直後、彼が気絶した原因とでも言いましょうかね、このゲームのヒロインだと思える愛、そして自分の身が異形のものと化していることに気づく少女、果たして日常生活は送れるのでしょうか、という感じですね。では続きをやっていきましょう。席に着こうとしたとき、俺の後ろに座る尾崎さんが小声で話しかけてきた。ああ、別に大したことはなかったみたいだ。そっか、よかった。そういえばユナちゃんは庄司くんが入院した理由はお兄ちゃんの顔面アッパーのせいだと思ってるんだよな。そういえば尾崎さんは我がことのように俺の健康に喜びを表す。俺はその表情を見て少し照れくさくなってしまう。あの、お兄ちゃんにぶたれたところ痛くないですか？あんなのは何でもないよ、本当に。すげえ。それよりも、俺は慌てて口をつぐ。危うく自分の体の異変を何も知らない尾崎さんに漏らしてしまうところだった。は？ああ、それよりも俺の頭が痛くてそれよりも俺のこいつを見てくれ。こいつをどう思って左を見てくるのか、すごくとか言われてほしいのかい？本当は誰かに聞いてもらいたかってるのかもしれない。それじゃあホームルームを始める。担任がそう告げたと同時に教室のざわめきは鳴りを潜めていく。だがここで俺はまた自分の異変に気がつかざるを得なくなる。何、1メートル先のスカシッピを聞き分けれるようになるのかい？声量はずっと小さくなったとはいえ、まだひそひそ話を続けてるやつはかなり。普通そんな会話は耳に聞き取れないものだけど、俺の耳には克明にその内容までもが伝わってくる。聴覚が異常に鋭敏になっているとしか思えない。フェンサーとかもどうかわかんないけどな、普通に契約してるだけかもしれないけど、庄司君の場合はレイディアの細胞が体に混じってるからな。まあミギーの細胞が混ざり始めた某主人公みたいな状態になってるのかもしれない。そうだ、どうも視力までもが大幅に上昇しているようなんだ。診断能力がレイディアに近くなってるのかな。今でもそんなに視力は悪い方じゃなかった。だけど少なくとも30メートル近くも離れて米粒ような文字を見ることは読むことは不可能だ。一番前に座っているやつが広げているノートを見た時に俺はそのことに気づいた。すげー、羨ましい。俺視力 0.1 ちょいだからね。俺は背中に電撃が走るような感覚を覚え、慌てて後ろを振り向く。その時の競争が恐ろしかったのか、尾崎さんは怯えたような顔をしている。どうした？ごめんなさい、ちょっと話しかけようかと思ったの。電撃のような、神経過敏。尾崎さんは俺の背中に黙って触れたことを悪く思っていたし、俺の方こそごめん、ちょっと驚いちゃってさ。どうやら聴覚や視覚だけでなく触覚までもが敏感になってしまって、それ感覚過敏じゃないの？水飲んで歯が痛いのと同じような原理だろ。日常生活できるのか、そんな状態で。どうなっちまってるんだよ俺の体は。ヒーローってのも大変。こんな時間にお呼びして申し訳ございません。これが怪か。狐みたいな女性だね。こんな小汚いところに私が呼び出されるとはな。大天才の方じゃありませんか。お前にはちょうどお似合いだよ。なに？あら、意外と劇場か。まあいい、さっさと用件を手短に話せ。ヒピ街だったりすんのかな。ちょっと沸点が低そうだけど。貴様らと違って私は忙しい身なのでな。
もしくは壺はいいものだと言ってるようなタイプの人間か。校舎裏にはおおよそ学生生活にふさわしくないような3人が立っている。挑発をなびかせ、男か女か見分けがつかない。なんだっけこれ、美目秀麗でよかったっけ、美名じゃないよな。な人物が尾崎と甲斐から報告を聞き出している。3人は一見友好そうな関係に見えるが、よく見るとある種の見えない障壁が張り巡らされていることがわかる。するとオリジナルはこの学園の一生徒を自らの適合者に指名したというわけだな。オリジナル、それが自分の意思で行われたかどうかはともかく、結果的にそうなったことは確かです。ケルベルスたちはケルベルスだけがオリジナルなのか、他のは愛のクローンみたいな感じ。まあおそらくカイもレイリアだろう。身長的にはこっちの方がオリジナルっぽいけどな。しかし何の予備知識もない一般人とバインドする、まるでどこぞのネクロノミコンのようだな。あの小娘、もう少し賢いものと思っていたが、案外後先を見ずに行動する。ですがどちらにしろオリジナルを元にしたアーミットが高いポテンシャルを秘めているのは間違いないことでしょう。でも一応カイと尾崎のフェンサーも、フェンサーと同じぐらいっていう能力値で見えたんだよな。暴走してて同じぐらいって、だったらカイの方が能力は高いんじゃないのかな。いくら器が良くてもその使い方を知らなければただの役立たずも同然。エネルギーの流れをコントロールしないのダメなのか。命令が下り次第私が直々に叩き潰しにかかってやる。えなんだ貴様、私が出しゃばろうとしていることに不服でもあるのか。別にそういうわけじゃない。ただお前が望むように果たしてそんな命令が下るのかと思ってな。あの方がいつまでもあんな小娘一匹に執着なさることもあるまい。あの方、そうだといいがな。マスターペリオン、ずっとこれキヨシでいいのか。キヨシはヒステリーを起こしたように声が甲高くなる。貴様に何がわかる。私はいつもあの方のおそばにお仕えしているのだ。あの方のことは他ならぬこの私が一番よく理解している。わーおー、狂信者かこいつ。これ以上侮辱するような、殺すぞお茶。短気すぎるわ。お前に俺が殺せるのか。それこそあの方の命令がいるんじゃないのか。カイのごときは、ということはカイもオリジナルか。クローンとかレプリカはひょっとして曲がつかみの方なのかな。いつか必ず殺して。ワクテカするね。ああ楽しみにしてるさ。せいぜい自分の立場を忘れんようにするんだ。そう言い残して清は尾崎と甲斐の前から姿を消した。少し挑発しすぎなのではありませんか。一応同じ組織に所属してるわけだな。それに果たして愛は参加してるのか逃げ出したのか、はたまたもともと敵対もしくは無関係なのか。何あれくらい構わん。謎が謎を読み、俺が読んでるだけだ。午前の授業が終わり、教室は穏やかな開放感に満たされる。俺は体の異変を気にしつつも無事に昼休みになったのでほっと一息ついた。もう日常生活無理だろう。昼休みまでの時間イライラしとかピリピリしてるだったら。坂本達也、軌道を確認しました。お前達也って名前だったのか、かっこいいな。坂本はチャイムが鳴ったと同時にエネルギーチャージされたように元気に伸び上がる。今朝全力疾走した名残はどこにも見受けられない。俺も立ち上がり坂本や明美と合流しようと思ったが、その前に後ろの席の尾崎さんが声をかけてくる。滝藤君、あれちょっとほっぺた深い。尾崎さんは自分でも驚くくらい大声を出してしまったと思ったのか、その場で恥ずかしそうに顔をうつむかせる。滝藤君はいつもお昼どこで食べてるの。あら意外に積極的じゃない。尾崎さんはもじもじとした仕草を見せながら小声で尋ねてくる。いつもは校庭で食べることが多いかな。
そう言った後、俺はちらっと坂本の方に視線を移す。なんや、やばい。まあ、冗談なんだろうけど、坂本は嫉妬をメラメラと表情ににじみ出させている。ほう、やはり。一方、いつの間にか坂本の横にいた明美は大げさに驚いたふりをする。かわいかってやがる。時藤君。あ、うん、それで。尾崎さんは俺が視線を沿わしている間にいつの間にか不安そうな顔になっている。よかったら、本当によかったらだけど、お昼一緒に食べませんか。正直悩むな。尾崎さんのような女の子にこういう誘いを受けて嬉しくないはずないんだけど。だけど、ああ、この子の兄との一見があって以来、なんとなく気まずい感じあるんだよな。教室の出入り口に、出入り口覗いたら、こう壁をひび立てるぐらいにしっと握って兄貴が、メラメラとこっち見てたりしねえのかね。あ、選択肢だ、初めてだ。おーおーおーおお。なんかまさか一本道じゃあるめえとは思ってたんだけど、おーおーおーおお、どうしよう、用事があるので断る、一緒に食べる、まあいいんじゃない、一緒に食べてみる。よかった。尾崎さんはジーンとしたようにしばし言葉を失っている。そんなにか、そんなに感動すんのか。こんなことで感じられると逆にこっちも反応に困ってしまう。じゃあ外で食うってことでいいかな。雨降ってない？はい、教室で食べるよりも外で食べる方が好きですから。こいつらと一緒に物々食ってられるか。そう、じゃあ行こうか。一応選択肢でルート変わったりするよね。まさかこの選択肢が原因でバッドエンドとかはないとは思うけど。俺は坂本と明美の前を通らない方の通路を進んで教室から出て行こうとした。校庭には昼食を広げようとしているグループがいる姿。あ、校庭なんだ。なんか校庭っていうとどうも外のイメージあるけど、どっちかっていうとなんだろう、体育館みたいな気がする。まあ雨を防がないといけないしね。なるほど、屋根付きとはいえ屋外は屋外だ。はて。はあ、室内で端をつつかよりかは外の空気を吸って食べる方が健康的だろう。お前は何を言ってるんだ。屋根の中だったら室内だろう。はあ、まあいいや。俺と尾崎さんは空いてるベンチを見つけてそこに二人で腰掛ける。俺たちはこれといった会話もせずに黙々と弁当を広げていく。会話を話そう。会話のきっかけが思いつかない。そもそも俺にしても尾崎さんにしてもお互いのことをほとんど何も知らないんだ。ご趣味は、だから何を口にしたところでぎこちない会話にしかならないような感じがする。坂本あたりならこういう時うまいことを打ち解けるんだろうけどな。そうだね、そうだね。キャラクター的に難しいね。あの、そのおかず、かわいいですね。おお、ナイスアプローチ。ああ、これ誤解しないでほしいんだけど、決して俺の趣味でこうしてもらってるんじゃないから。タコさんウインナーとか、アンパンマンのキャラ弁とか、そんな感じ？やっぱりなのか。俺の弁当箱の中にはタコさんウインナーなどハート型に散りばめられたふりかけだの、ある種の少女趣味が満開になって。別に作ってる母さん自身がこういう趣味を持っているわけじゃない。ただ俺に困った顔をさせようという目的のためだけにこんな凝った中身をこしらえているのだ。なかなかいいご趣味で。時藤君のお母さんって若々しい人なんだろうね、きっと。全くである。まあさほど年が離れてるわけじゃないからね。え、そうなの。若いって言えば若いんだろうけど。ヤンママだっけ。え、これ死後ですか。私の家はお母さんもお父さんもいないから羨ましいな。うわ。あ、ごめんなさい、急に変なこと言ったりして。いや別に構わないさ。俺のうちにも母親はいるけど父親はいないからね。
尾崎さんはそれを聞いてハッとしたような表情を見せる。そうなんだ。私の両親は私が小さい時に亡くなってしまって、全員の両親が同じ研究室でレイディアの研究してたりしたら、それ以来いろいろなところに預けられたりしたんだけど、あまりうまくいかなくて。そうか。俺の父親も俺が物心つく前にすでに消えていた。詳しい事情は今の母さんからも聞いていないけど、私はともかくうちのお兄ちゃんは結構気性が激しい性格をしているから。だな、もうちょっと俺クール系だと思ってたよ、雑誌の状態では。それなりにクールそうには見えはしたけどね。俺はおととい尾崎さんの兄に殴られたシーンを甘く回想する。感情を表にこそ出せないが内面はかなり激しそうなんだ。俺があいつに抱いてる印象は今のところそのところだ。本当にごめんなさい。あの、いきなりどうしたの？おとといのことです。時藤君は何も悪くないのに、お兄ちゃんがあんなことをして。別にもう気にしてないよ。それにあれで一応手加減してくれたみたいだしねそれがわかる庄司君もなかなかのもうポテンシャルの持ち主だな。本当に今度お兄ちゃんから謝るようにきつく言っておきますから。絶対上から見下しながら悪かったなとかそんな感じの。いやそんなことはいいよ。もう君に10人分ぐらい謝ってもらった気がするしさ。うん、そうねありがとう本当に。ぶっちゃけ気味悪いです、おとなしく謝ってくる尾崎さん。それになるべくなら俺は尾崎さんの兄貴と顔を合わせたくない。そんな感謝されるほどのことじゃないって。それからしばらくの間俺たちは黙って弁当を食べ続けた。俺はその間ずっと自分に起きつつある問題を忘れることができていた。まあ物食べてる途中喋るのは礼儀正しくないからね、仕方ないね。帰りの電車を待ちながら俺は今日一日が無事に終えそうなことを不快安堵を感じていた。やめてそんなフラグ。実際今朝の登校時から体の異変に気づきはしたものの、取り返しのつかないような出来事が起きる兆候はなかった。化け物がいきなり学園を襲うこともなければ、その化け物を退治する少女も現れなかった。全ては一見無事平穏な日常に戻ったように思える。だけど、おや、時藤じゃない、今日は坂本と一緒じゃないの？死ぬなよ死ぬなよ。ホームの端に立っていた俺の真横に知らぬ間に明美が立っていた。別に俺はいつもあいつと一緒に行動してるわけじゃないって。そうだって、今坂本絶対なんかネットの怪しい集団と猟奇殺人事件について調べてるんじゃないの？そうかな。あんたらっていつもペアになってるイメージがあるんだけど。あのさ、ここにポンチョっぽい格好をしてる人いるんだけど、気のせいだよね。てかこの人がなんかすげえ暗い顔でこっち見てんだけど、こっちみんななんだけど、俺ちょっと怖いぞこの女性。おいおい、縁起でもないこと言うなよ。確かに俺とあいつは友達だけど、四六時中一緒にいるほど親しいわけじゃないぜ。あらあら、そんなこと聞いたら坂本のやつ悲しんじゃうよ。言えそうだね。そんなこと言うな、お前、俺とお前の仲やんけみたいな感じで。時と俺と過ごした夜を忘れたか。ああ、言いそう言いそう。で、気味悪いなそれ。うん、キモい。やっぱり坂本ってキモいんじゃない？自分で振っといて、それひどくないか？そう、あいつにはちょうどいいんじゃないの？いるいる、そういうキャラそうかも。でもあいつは俺よりもドライに生きてるって。そうかな。どっちかというと坂本よりあんたの方がドライな感じがするけどね。ドライな坂本見たくねえ。そりゃお前の人間観察が足らない証拠だよ。すると君はカバンを振り回して抗議の仕草をする。それは違うって、私人を見る目に自信あるんだから。そういう人に限って。へいへい、そうですかそうですか。何さ、そのやる気のない言い方は。でも本当にそう思うんだよな。へえ、坂本はこのと決めたら多少のリスクを犯してもどんなことでも実行しそうなタフさがある。それもまたなんかドライとは意味が違う気がするんだが。一方俺は優柔不断な性格が災いしてなかなか行動の原理を定められない。
そう思ってみるとやっぱり坂本の方が俺なんかよりシンプルにドライに生きてるような気がするんだよな。シンプルに色はないがドライはやっぱり意味が違うと思うんだ。ねえねえ、ところで二人の仲はどれくらい進展したの？明美は急に目を輝かして好奇心いっぱいの表情ですね。え、坂本と？あ？隠さない隠さない、あんたとゆらちゃんの今後を私は温かく見守ってあげるからね。どうやら坂本と明美の間では俺と尾崎さんの関係がかなり古代なイメージに膨らまされているらしい。バカ、そんなんじゃねえよ。何それ、ムキになるところがますます怪しいわよ。なんとテンプレな会話。俺のどこがムキになってるってんだよ。明美はそういう俺を真摯な表情で見つめた。だからこれ以上からかうつもりはないようだ。でもさ、あの子があんたに気があることだけは確かだと思うけどな。うん、まあそれは思う。それもお前の妄想だよ。あの子さ、ただ俺に気を使ってるだけだって。何せ主人公思考。なんで時等に気を使うわけ？あそっか、明美は知らないんだけど、俺は一瞬尾崎さんの兄とのいざこざを話そうかと思ったが、話し出すと面倒そうなので口をつつぐんだ。だな、下手するとこいつ尾崎兄に突っかかりそうだもんな。まあいろいろあるんだよ。これはこれはいつもながら仲がよろしいことですな。お二人さん、どこから湧き上がった。明美が怪訝そうな顔をしているところに坂本がいきなり現れる。ああ、うるさいのが来ちゃったな。なんやなんや、次来る列車の色を当てる賭けでもしとるんか。いいね、じゃあ。何頭の湧いたようなこと言ってんの、そんなわけないでしょ。紫で。そんな、ただの挨拶やのに。スルーされた。なんで俺が付き合わされなあかんねん。何に、坂本は地下鉄を降りた後その俺の家に押しかけようとした。母さんの顔見るのではここに俺は眠れないなどと騒ぎ出して、うざい。それでしょうがなく俺は坂本を引き連れて帰宅したんだが、家の中に母さんは不在だった。あ、そうだ、買い物頼まれてなかったっけ。そして俺はそこで初めて俺は朝に頼まれた買い物のことを思い出し、くつろぎ出していた坂本を買い立てて家を飛び出した。当たり前でござる。まあそう言うなよ、ハンバーガーくらいならおごってやるから。時藤君、その荷物重くないですか、私がお持ちしますよ。庄司君、その場合はさ、いや母さんが作る料理の材料頼まれてるんだけどって言えば、おごるまでもなくこいつ絶対手伝うから。母さんに頼まれた買い物をするために俺たちは近所の商店街を回っている。まったく、昨日今日とあれだけ心配そうな顔しておきながら、こういうことはちゃっかり頼むんだからな。ま、母さんは俺のせいで徹夜の仕事になってしまったんだから、これくらいするのは当然のことだけど。そうだ、またあるんかいな。お前んち結構買うんやな。それとも時と、まさかお前に隠し子いてるんとちゃうやろな。その思考回路の発展はお前ちょっと尊敬するわ。そんなのいねえよ。俺が入院してた時に母さんが食料買う暇なくて冷蔵庫が空になったんだって。あと一軒回ればラストだよ、肉屋らしいな。肉屋か、でかい包丁も振って、いらっしゃいませみたいな、そんな人いねえよな。俺は母さんお手製の買い物リストを見ながら、購入済みの商品を一つ一つチェックしていく。肉屋？牛肉やったら UFO が毎日空輸しとるから直売店の方が安いで。は？お前何言ってんの。それ以外やったら俺の余っている贅肉でどうや、霜降りやで。いらんわ、絶対腹壊すし。お前ほとんど贅肉なんかないだろう。いやいや、お兄さんよくぞ聞いてくださいました。これでも脱ぐとなかなかすごいんですよ。意味が違う。嫌だ嫌だ、なんかすげえでっぷりしてる。お腹は想像しちまった。誰も聞いてねえよ。てか UFO から直売ってどういうこっちゃい。キャトルミューティレーションか。しかしな、坂本の言う通り買う品々が多すぎるよな。これはうちは母さんが働いてることもあって、一度買い物でまとめ買いすることがしばしば。あ、俺もそういう意味で坂本についてきてもらったのは本当に正解だったな。こりゃハンバーガーくらいじゃ済まされんようになってきたな。わかったよ、ポテトにナゲット、それにストローもつけてやるよ。ストローだけか。いやいや、そんなもんでは今日の俺の労働量にとても釣り合わへん。大好きなストローを足しても無駄や。ストローが好きなのか、なかなか特殊なやつだな。じゃあどうしろって言うんだよ。まさか寿司でもおごれってんじゃないだろうな。いや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 、そんなちんけなもんじゃとても満足できへん。あ、もう答えが想像つくわ。
坂本は含み笑いをしながら大げさに首を横に振る。ええか、俺らは唯物的なものだけを受け入れるやなくて、唯心的なものも受容していかなあかんのや。つまり心の豊かさこそが重要なんや。周りくどいことはいい。言いたいことがあるならさっさと言えよ。じゃあ明日俺とお前の弁当交換ということで。そこかい。あ、なんだそりゃ。まだ分からへんか。俺はな、一度でええから桃子さんの手作り弁当を食ってみたいんや。その愛情のベクトルとは全然別方向だから。坂本は夢見で少年のように両目を輝かせている。お前、前にうちに来た時母さんの料理食べたことあるだろう。あ、あるんや。すると坂本はまたしても首を横に振る。分かっとらんな時と。だからお前はひよっこなんや。何のひよっこだよ。あの四角い箱の中に作った人の愛情が全て詰まってるんやで。しかもそれを食べることが許されるのは作ってもらった本人だけや。その愛情お前に向けられてねえから。地球は様々な愛でできてるんや。俺らはその愛のかけらを栄養にして成長する人間なんやで。怖いよ、なんか宗教だ。何一人で話を飛躍させてるんだよ。弁当なんて腹に入れちまえば何だって一緒だよ。長次君、それもひどい言い方や。ああ、情けない。お前はピヨピヨの親不孝もんや。まあ、え、子供には過ぎた話や。それよりもそぼろで立つやってお願いできへんか。ああ、ハートマークもええな。弁当を俺からお前に渡すんだったら、それどう考えても危ないだろう。まったくだな。まあちょっとな。特に明美にバレたら絶対ヤバいって。なんか変な噂なんすよな。俺とお前の関係はヤバくないから大丈夫や。いや、意外とそういう問題じゃねえって。あ、かわいい。何この、コンビニ？コンビニだね。このこれマガジンラックだよな。コンビニか。あ、タマソフトだからタマーとか。24時間、かわいいな。俺たちはやっとのことでかわいいものを終え、再び軌道についていた。俺と坂本はもう手でギリギリの量だけ買い物袋に握りしめている。指痛そう。はためから見れば何かの行事の買い出しに行かされた学生のように見えるかもしれない。で、傘持ってんだろ多分。ギリギリ。うわ、相当ゴム袋って何じゃい。ポリ袋の取っ手が絞られてんだろうな。あかん、重すぎる。腕が引きちぎれそうや。腕なんだ。時藤のうちに戻るまでには両腕のクローンを完成させとかなあかん。指のクローンじゃねえの。指の方が痛くね、腕よりも。坂本は奴隷のような顔をして買い物袋を落としそうな真似をする。これくらいでちぎれてたまるか。お前腕力が弱すぎなんだよ。あ、そうだ、庄司君の身体能力アップしてるから。と言いつつも俺の手のひらもかなりヤバいことになっていた。だが坂本の手前、苦しそうな表情を見せることはできない。もし俺が辛そうな顔しな、こいつは図に乗ってさらなる報酬の追加あるいは変更を要求してくるだろう。お前んちは小分けに買い物をするという考え方はないんか。この買い物は桃子さんが選んだものですが何か。いつもこんなに買って帰るわけじゃねえよ。多分俺が家を出る間際ということもあり、母さんも慌てていたんだろう。だからこそ一人で買って帰れる量をはるかに超えた買い物リストなんかを作成してしまったんだと思う。母さんもあれで世話しないところのある人だからな。邪気ガン。なんか邪気ガン来た。コンビニの前を通り過ぎようとしたところで、俺たちは嫌に顔色の悪い男とすれ違った。呼吸も荒く、視線は定まっていない。あ、俺は男の様子が気になってその場に立つ前に首をひねって後ろをちらっと振り返る。男はコンビニの前あたりで立つ前に狂気走った視線をこちらに向けて投げつけている。おい、時と、何やあいつ。嫌な予感しかしない。先を言っていた坂本も男の異常に気づいたのか、俺の横まで歩を戻してくる。力。おい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 、みなぎる。あの、坂本いるんですけど。男は人間のものとは思えない耳障りなザラザラとした声で何事かをつぶやいている。おい、なんかあいつヤバい顔しとるで。あれは病気というより。え、坂本が言い終わらないうち、男の体は急激に膨張したように着ている服がボッコリと盛り上がる。ちょっと何やあれ。坂本は怯えつく。もはや持っている買い物袋の重量など忘れたような顔をして突っ立っている。血、
肉の匂い。坂本の目の前で変身してしまうのでしょうか、それともフェンサーが助けに来るのか。今回はここまでにしようと思います。お付き合いありがとうございました。また次回もお付き合いしていただければ幸いです。それではまたお会いしましょう。お疲れ様でした。